バッサーのビルトゥス 55ST はイタリアベネト州バッサーのデルグラッパを本拠地としていたサッカークラブチーム2017から18シーズンはセリエ C に所属していたイタリアの有名アパレルメーカーであるディーゼルの創業者レンツオロッソがクラブオーナーを務めていたクラブ名の55は彼の生まれた1955年に由来しているまたカルチョや フットボールではなく、アメリカ英語のサッカーをクラブ名に関しているイタリアでは、数少ないクラブであった。1920年、AC バッサーノとして創設。1968年に同じ街のクラブ、AC ビルトゥスと合併し、AC バッサーノビルトゥスとなった。1996年から、現在のクラブ名を名乗っていた。長らく、アマチュアリーグでの戦いが続いていたが、 2004から05シーズンにセリエ D ジローネ C で優勝しセリエ C に昇格を決めた。2007から08シーズンにはコッパイタリアセリエ C で優勝。2009から10シーズンレガプロセコンダディビジオーネジローネ B で習いながらも財政問題などでリーグから除外されるクラブが多発したことでプリマディビジオーネ昇格を決めた。2018年には経営破綻した。 ビチェンツァカルチョと合併し、LR ビチェンツァビルトゥスとなった。なし。ありがとうございます。